土佐八金地鶏山菜おこわ弁当でございます。高知駅の、駅弁ですね。1階のキオスクのお土産物売り場で売られてる駅弁です。土佐八金地鶏を使った、これはまあブランド鶏っていうのかな。これを使った、胸肉っぽいですね。これか、光って見えなかったかな、見えるかな。鶏肉と、山菜おこわのお弁当になります。このようなお弁当でございます。鶏肉ですね。ミニトマトがね、入ってますね。まあ、旅人には嬉しいですよね。このフルーツみたいな感じになるのかな。まあ野菜ですけどね、トマトって新鮮なものを食べられて。それと、これ卵焼きだな。卵焼きと、ナスの、煮たものですね。で、これが何だろうな。あ、これはなんか高知県産の生姜って書いてあるね。よし、食べてみよう。あと、かまぼこがね、クジラのデザインですね。高知らしいですよね。じゃあ、まず、おこわから。いや、もちもちしてる。少しね、醤油味が効かせてありますね。卵焼き。意外と大きいです。で、生姜漬け。これは初めてだな。生姜の味を感じながらも、醤油味がする。そして甘さも感じる。意外といけるな。美味しいですね。ご飯のお供になりますね。いいかも。ただ鶏肉がね、このちょっと薄っぺらいのが一切れしか入ってないってのはどうなんでしょうね。これも鶏肉かな？いや、違うよね。これ山菜。椎茸だと思うので、鶏肉これだけか？ああ、美味しい、これ。もっと入ってたらいいのにな。少なすぎだよね。いやー、これはちょっとあかんでしょう。こんだけしか鶏肉ないって。これ鶏肉かな？いや、違う。違う。まあでも美味しいんだけどね。鶏肉の量だけがちょっと残念だな。鶏肉山菜おこわ弁当とか言って、がっつり入れてくれたらいいんだけどな。でも一応、土佐八金地鶏って書いてあるしね。まあ、お値段的にも安い。500円ほどのお弁当なので、まあ、よしとしましょうか。全体的にはね、美味しいものなんで。ということでね、高知駅の駅弁、土佐チキン地鶏、山菜おこわ弁当でございました。